世界が終わる13日、その始まりに私は目覚めた。死を救ってくださるわけだ。そう願うなら叶えてやろうか。それが答えか、ライトニング。まったくもう無理しちゃって。次は悪魔か。呪われているな。誰にも邪魔はさせない。たとえ悪魔と死神、解放者を敵に回してもだ。数百
年の歳月が私たちを変えていた。かつて共に戦った仲間スノーは狂楽に浸る宮殿の主、そして私は解放者、カオスに飲まれていく大地に使わされた神のしもべ。なあスノー、遠い昔私たちの間にはセラがいた。お前が愛した私の妹、今はもういないセラの、私たちを結ぶ絆だったあの子の代わりに、私がお前の魂を長い苦しみから解き放つ。それが私の最初の使命だ。さあどうすればいい？導いてくれホープ・エストハイム。ホープだけでいいですよライトさん、今はスノーの確保が最優先です。ライトさん追ってください。全て倒さなければ安全とは見なされない。閃光はついに舞い降りた。解放者とは破滅の予兆か希望の到来か。私は希望にかけたいのです。あなたが誠の解放者ならば、ここから先戦いの備えが必要でしょう。誘導を頼む。了解です。急いでください。スノーが何を目指しているか見当をつく。宮殿の奥に強いカオスの反応が。戦うつもりなのか、あるいはカオスを求めているのか。本人に聞くだけですね。急ぎましょう。
物の高さを確認。ライトさんは先ほどスノーが大使と呼ばれていたことに気づきましたが、スノーは今この町を治める支配者なんです。スノーが大使様とはね、あいつのことだ。支配というより面倒を見るタイプのリーダーだろう。それも過去の話です。今のスノーは宮殿にこもり、毎晩のように宴を開いて遊びほうけているんですよ。その割に楽しんでいるようには見えなかったの。あいつの瞳に見えたのは虚しさだ。一体何者だ。カオスと戯れてみせるなんて、ただの人間とは思えないが。へえ、ちゃんとカオスが見えてるんだ。神様に作られたしもべとは違うみたいね。一つでも多くの情報が欲しい。カオスの分析を続けてくれ。僕もそうしたいんですが、すいません、カオスのことははっきりわからないんです。なんというか見えにくくて。見えにくいだと？施錠されている。破れるか。力ずくでは困難でしょうね。開けないか調べてみます。少し待ってください。扉の向こうはカオスの渦か。そんなところにスノーはいる。もう正気とは思えませんね。無理もない。希望を見失ったまま何百年も生きた挙句、もうすぐ世界が滅ぶんだ。普通の人間ならまともではいられないさ。スノーの心はもう壊れてしまった。そういうことですか。信じたくはないがな。まずい、発見されました。ライトさん、一旦撤退しましょう。ここまで来て引けるか。私だけなんだ。セラを亡くした痛みをあいつと分かち合えるの。そうです。スノーの魂を救ってやれるのは解放者であるあなただけです。だからこそ自重してください。あなたが倒れてしまった。
痛みを分かち合えるだの、魂を救ってやれるだの、思い上がりもいいとこよ。たく解放者様と来たら一体何様なんだかね。私は過ちを犯した。それは取り返しのつかない過ち。私はたった一人の家族を、妹を戦いに送り出した。私は妹をセラを死なせてしまった。私は自分を許せなくて、けれど自らを裁くこともできなくて、いつの日か妹の魂を救いたい、それだけを願って死にも似た眠りについた。そのまま永劫のような幾百年かが過ぎ、やがてその輝きに触れた時、私は悟った。光は形なき神の姿、この世を滑る思考の存在、神々の中の神の名こそ、ブーニベルゼ。光は神の声だった。輝きは大きな意志となって私に告げた。私が神のしもべとなり、神に下された使命を果たせば奇跡をもって報いると。私が死なせてしまったセラを、かけがえのない妹を再び蘇らせようと。思考神ブーニベルゼの命に従い、私は人々の魂を救いへと導く者、解放者となった。